残念でした。よし、やるじゃねえか。どうした？残念でした。よし、負けてられねえな。力みすぎだぜ。よし、残念でした。どんなもんです。くそ。負けか。もしもし、鶴野です。どうやら2球目の作戦が当たったのかも。キリュウさんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、キリュウさんを追ってくんなら蒼天堀に。そうか、会長がどこにおるせやけど、キャッスル出たんやったらあの人には悪いですが、しばらく動けんから。なあ上流、ちょっと今あんた、ん、鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんか言うて。まずいな、グランドに迷惑かけちまったみてえだな。うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、鬼人会は何人くらいいる？20とか30言うてた。結構な数だな。わかった、どれにするん？よう、今日はこの店貸し切りか？お、
踊れ上流。お前ら鬼人。そうか、こっちの三オーナーわしらで。おだな。立たなくていいぞ。西谷はどこにいる？鬼人会は闇に潜ったと敵に回したが、最後はもう枕だが。お前も親分の居所を聞かされてね。ここにいる他の。おうよ、わしらは知らんで。要は親分に信用されてねんだろ。ほなお前らみんなただの三下っちゅ。チンピラが人の店めちゃくちゃにしよって。この始末どないしてくれるんや。あんた上流様、こいつら急に店入ってきて、女の子たちもみんな怖がっ。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。そう、弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって。それはどうでしょうね。花はこちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょう。が責任の一端は上流にあります。ですのでご心配なく。被害額のお見積もりだけいただけますか？どこのどなたか存じませんが。私は花輪と申します。いい花輪様。
あなたも本当に立場をわきまえてるのか。ずいぶん目立つご活躍で。500億の仕事だからね。手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから降ろしたまではよかったが、そこで早くも行き詰まってしまったという、はあ、まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくる。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。それが事態は進んだように見えて、実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。敵は近江連合でも抜きんでた力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは。西谷の居所さえ分かればそうでもない。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、もしくはどんな手を打たれたら相手が一番いい。そこをついていけば相手を思い通りに。例えば闇に隠れている敵を。相手が一番嫌がることか。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。ゼロです。キリさん、昨夜西谷を煽っちゃ見たが、まだ足りなかったと見える。もっとあいつが嫌がることをしよう。どう？あいつが一番大事にしてるもん、キャッスルをな。はい。私組の兵隊を集められるだけ集めて、俺もこれから向かう。会長の西谷が船を降りたんだろ。それは、ああ、いや、ちょ、そんなにしたら渡瀬組と鬼人会で、それを避けるために会長を言わせるんが俺らの計画。分かってる。お前らバレ大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません？鶴野、お前は俺がキャッスルに着くまでに悠長にやる気はねえんだ。俺、わかりましたよ。今腹を決めました。いい返事が聞けてよかった。じゃあ。するの、はい。思ったより頭数が揃わなかったんだな。おっつけすぐに来ますよ。せやったら少し待ちましょうか。いや、敵も大した数やない。ここにいるメンバーだけで十分だ。俺としては結構おるなという印象ですが。ジューリー、我よ来たやないか。
お仲間連れて強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしとるわ。いい感じの煽りやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。キリュウさん、船の制御も奪いまして、いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけど、ええんですかね。下手したらこの船かなりヤバいことになります。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんねえ。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。続いてニュースです。大阪湾へ船籍不明の巨大コンテナ船が侵入。海上保安庁の呼びかけには一切応じず、1時間ほどして再び沖に向かって姿を消したとのことです。コンテナ船は世界最大級の大きさとみられ、船橋部分にはなんとお城のような建造物が確認されています。他にもライトアップされた建物が並んでいるように見えます。海上保安庁は船籍不明のコンテナ船が日本近海の航路の安全を脅かす可能性があるとして、引き続き調査を進める方針とのことです。花輪です。ご依頼のキャッスルの動画、先ほど報道に流しました。ああ、さすがに仕事が早いな。助かった。今頃基人会の会長へも報告されているでしょう。なかなかいい手です。
これで西谷は動かずにいられません。放っておけば彼はキャッスルを世間にさらされて全てを失う。今回の報道がその警告であることも理解するはずです。さて、では彼は次に何をしてくるでしょう。俺に連絡を取ろうとしてくるはずだ。そして西谷にとって俺と確実に連絡が取れると分かっているのは鶴野だろうな。やはり極道というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。俺もさっきニュースで知りました。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんて、ほんまに信じられませんわ。あ、上流、奴がキャッスルの乗っ取り犯？いや、そんな。こないだは確かに蒼天堀で遊んでましたがね、一応客人としてもてなしとっただけで。せやけど、もちろん奴には俺の方から連絡つけます。はい、ほな、そちらの番号に連絡させますんで。ええ、わかりました。失礼します。お聞きの通りで、西谷会長が連絡してくれ言うております。お前はグルだって疑われてねえのか。疑われないわけあります。だとしても西谷はなんで身内の渡瀬組がこんな動きをするんか見当もつかん。せやから白黒はっきりせんうちは下手なこと言えんちゅうわけや。なら、こっからは短期決戦でいかねえとな。俺らがグルと掴まれる前に西谷を潰す。しくじりや、渡瀬組と鬼人会は正面からドンパシだ。東条会との合同解散は計画倒れになっちまう。ええ、確かに。その通りや。遅かったじゃねえか、桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは何の真似だ。てめえ何が目的だ。先にふっかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか。とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた。ただ遊びに来たって。そんなもん誰が信じる。鶴野も獅子堂もグルだろ。あ、お前なんとか言え。電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ、会長さん。なるほど、上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか。心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな、キリウさん。
いらっしゃいます。どうするかな。いらっしゃいませ。どうするかな。似合うか。いらっしゃいま。どうするかな。こんな感じか。どうかな。似合うか。コーディネート完了だ。
いらっしゃ。どうするかな。どうかな。似合うか。どうかな。コーディネート完了だ。いらっしゃいませ。どうするかな。どうかな。抜けてるか。どうかな。イケてるか。似合うか。コーディネート完了だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
上流様、あの、ええ、ええ、はい、いや、はあ、何？お願いします。ああ。よろしくな。え、申し訳ございません。おう、はあ、おい、いいや、何？
おう。ああ、調子に乗るなよ。上流。おう。おい。ありがとうございます。いや、悪かったな。はあ、ああ、うん、上流様。はい。